楽しみにして今日グラウンドに来ましたので、藤川投手のストレート真っ向勝負、はい、気持ちいいですね。まあ、やっぱりね、オールスターでね、はい、本当に印象に残ったっていうのはね、藤川でしょうね。そうですね、あの、まっすぐ行くぞって言ってて、ま、はい、っすぐで打ち取るわけですから、打ち取るというところじゃなくて、もう前に飛ばないわけですから、そうですね、それはもう大したもんですよね。はい、あの、対清原選手も良かったですし、あの、はい、お金の取れる選手になったなという印象を受けましたね。はい、で、新庄がね、いろいろパフォーマンスしてくれましたけども、あのベルト、あのベルトはね、ちょっと新庄のそのパフォーマンスの中で、はい、一番なんかね、だらしなかったですね。そうですか、結構お金はかかってたかと思うんですけれども、まあ、いろいろ考えてたみたいなんですよ。はい、まあ、例えばヘリコプターから、パラシュートでっていうのも考えてたみたいなんですけど、はい、許可が下りずにですね、まあ、ベルトになっちゃいましたけどもちょっとベルトはちょっと寂しかったですね。ただね、やっぱこう新庄らしさ、例えばダイビングでね、飛び込む、まあ、あれも計算してやってたことでしょうけども、スタートをちょっと遅らせてね、わざと。でもあれができるのもやっぱプロだなというふうに感じましたし、非常にあの見どころがありましたし、楽しいオールスターでしたね。はい、首位攻防戦の第2ラウンドはとんでもない決着を迎えようとしております。ベテラン41歳、23年目、
この山本昌が今ノーヒッターになろうとしています。ワンダ戦から2球目打った、サード取った、森野へ行く、森野が行く、アウト、試合終了。山本昌ノーヒットノーラン達成しました。プロ74人目、85回目、セントラルリーグでは35人目、37回目です。豊さん、この大事なゲームで、はい、ノーヒットノーランですよ。まあね、まあ阪神にとってはショックは残りますよね。そうですね、もうダメージは残ります、うん、ただ41歳1ヶ月での、はい、もう素晴らしいピッチングですね、うん、やっぱりピッチャーを見ててね、何が大事かっていうとね、やっぱまっすぐが生きてるか生きてないかなんですよね、はい、で山本昌って135出たらいい方でしょ、はいはい、そのまっすぐをいかに早く見せたりだとか、 いかにその生きたボールにするか、これはね、谷繁のリードによるところっていうのもたくさんあると思うんですが、やっぱこうここに来てまたまっすぐ速くなったんじゃないかっていうぐらいのね、勢いがあるんですよ、だからそういう意味ではその本当にピッチャーとして何が 大切かっていうのをこの年になってまた新たに再確認をね、したようなピッチングでね、本当に気持ちも向かっていきますし、そうですよね、気持ちのこの41歳になっても衰えない精神力、これはやっぱ素晴らしかったですね、毎年進化しているような感じで、また来年は、その来年はまた再来年はってどんなピッチングになるんだろうってすごく楽しみですよ ね。50ぐらいまで投げれんじゃないでしょうかね。いけそうですよね。いや、そのぐらい下手ってないですよ。そうなんですよ、だから本当に年々若くなるというかね、そういう感じがして本当に嬉しいですよね。はい、藤川投手のストレート真っ向勝負、はい、気持ちいいですね、まあ、やっぱりね、オールスターでね、はい、本当に印象に残ったっていうのはね、藤川でしょうね。そうですね、まっすぐ行くぞって言ってて、まっすぐで打ち取るわけですから、打ち取るというところじゃなくてもう前に飛ばないわけですから。そうですね、それはもう大したもんですよね、はい、対清原選手も良かったですし、お金の取れる選手になったなという印象を受けましたね、はい、で新庄はね、いろいろパフォーマンスしてくれましたけどもあのベルトはねちょっと新庄のそのパフォーマンスの中で一番なんかね、だらしなかったですね。そうですか、結構お金はかかってたかと思うんですけれども、いろいろ考えてたみたいなんですよ、はい、まあ、例えばヘリコプターから、パラシュートでっていうのも考えてたみたいなんですけど、はい、許可が下りずにですね、はい、まあ、ベルトになっちゃいましたけどもちょっとベルトはちょっと寂しかったですね、ただね、はい、やっぱこう新庄らしさ、例えばダイビングでね飛び込む、はい、まあ、あれも計算してやってたことでしょうけども、はい、スタートをちょっと遅らせてね、わざと、でもあれができるのもやっぱプロだなというふうに感じましたし、非常に見どころがありましたし楽しいオールスターでしたね、はい。
藤川投手のストレート真っ向勝負、はい、気持ちいいですね、まあ、やっぱりねオールスターでね、はい、本当に印象に残ったっていうのはね、藤川でしょうね。そうですね、あの真っすぐ行くぞって言ってて、はい、真っすぐで打ち取るわけですから、打ち取るというところじゃなくてもう前に飛ばないわけですから。そうですね、それはもう大したもんですよね、はい、あの対清原選手も良かったですし、あの、はい、お金の取れる選手になったなという印象を受けましたね、はい、で新庄がね、いろいろパフォーマンスしてくれましたけどもあのベルトはねちょっと新庄のそのパフォーマンスの中で一番なんかね、だらしなかったですね。そうですか、結構お金はかかってたかと思うんですけれども、まあ、いろいろ考えてたみたいなんですよ、はい、まあ、例えばヘリコプターから、パラシュートでっていうのも考えてたみたいなんですけど、はい、許可が下りずにですね、はい、まあ、ベルトになっちゃいましたけどもちょっとベルトはちょっと寂しかったですね、ただね、はい、やっぱこう新庄らしさ、例えばダイビングでね飛び込む、はい、まあ、あれも計算してやってたことでしょうけども、はい、スタートをちょっと遅らせてね、わざと。でもあれができるのもやっぱプロだなというふうに感じましたし、非常にあの見どころがありましたし、楽しいオールスターでしたね。はい、首位攻防戦の第2ラウンドはとんでもない決着を迎えようとしております。ベテラン41歳、23年目、この山本昌が今ノーヒッターになろうとしています。ワンナスインから2球目打った、サード取った、森のエイク、森のがいて、あー、楽しみにして今日グラウンドに来ましたので、
藤川投手のストレート真っ向勝負、はい、気持ちいいですね、まあ、やっぱりねオールスターでね、はい